はいというわけでやってまいりました皆さんどうもこんばんはあのね最近やっぱあったかくなってきたせいかあのベランダにね赤いちっちゃい虫が湧いてたんです大量にあこれ何やろうと思ってネットで調べたらですね壁穴宝ダニっていう赤いダニやとっていうことでねあの壁穴宝ダニってことでよくよく見てたらなんかかわらしいな思ってきてこれやっぱり人間ってこの害虫とか見るとうわっ 気持ち悪いってすぐなってまうじゃないですか僕もなるんですよねやっぱりあ気持ち悪いって一回なって気持ち悪いの後ちょっと見方変えてみようと思って可愛らしいんちゃうかなと思って見たらね本当に可愛らしいなってきてあのー、ちょっともうイラストまで ちょっと作ってもらってですね壁穴宝谷のイラストまで作ってもらってですねあのー、動画であの連続宝谷小説っていうのをツイッターに上げてますんでねあの見ていただきたいなというふうに思いますしえー、この宝谷っていうのをイラスト化してまあ、アニメーション化して最終的にはまあ歌を作ってですねみんなの歌に売り込みたいなというふうに思ってますどうも NHK の回し者です何言う天然ですよろしくお願いしますね <laughs> <laughs> はいというわけで、今日はねあのー、企画をいつもは水曜日はね、あのー、まあ、これ水曜日の回なんですけど、水曜日はいつもはあのー、ゲスト会なんですねゲゲスト、うん、ゲストトなんですけど、今日はねあのー、ゲスト呼ばずにやりたいことがあったんでね、あのー、今日はちょっとそれをやってみようということで、あのー、僕、まあ、一応、プロのボーカリストじゃないですか。まあ 言い方ちょっとあれですけどね僕一応プロのボーカリストじゃないですかねプロのボーカリストなんですよなのであのー、やっぱり皆さんとはやっぱ一線を画したまあ歌歌はもちろん歌ってでも何が大事かっていうと一番大事ななのは意外と耳なんですよねこれ僕はものまね番組とかにも出させてもらったりしてるんですけどものまねって一番大事なのは耳で、まあ、歌も大事なのは耳なんですよね どうやって聞くか何を聞くかみたいなところなんですけども、えー、で、えー、やっぱり皆さんと一線を画した耳を持ってるはずじゃないですか僕ねじゃないとプロじゃないですからねこれで飯食ってますからねですから、あのー、今日考えてきた、えー、企画は、えー、そんな僕にもってこいの企画でございます本日の企画こちら「TheFirstContact バババババ」「TheFirstContact The」ごめんなさい The First Contact 2020、ね、そろそろ僕も頭おかしいなってきたんちゃうかなとは皆さんと同じように思っています <laughs> 皆さんと同じような、えー、心持ちでいますあ、俺大丈夫かなって思う時ありますたまに <laughs> よ夜中4時5時 <laughs> 明け方にね、俺頭おかしいのかなって思う時あります The First Contact と題しましてこれどういうことかっていうと世の中にはたくさんの楽曲がありますよねまあフラチナリズムだけでもオリジナル曲90曲ぐらいありますけどもえー いいっぱい曲があるんですよそして、えー、皆さんは知ってるでしょうけど僕は1回も聞いたことがない曲っていうのがまだまだたくさんあるんですねこれ弾き語り会とかやってたらですね皆さんいっぱいリクエストくれたりしますけれども知らない曲も結構多いじゃないですか僕タイトルだけは知ってるけどアーティストだけは知ってるけど曲は聞いたことないんだよっていう人もねあの曲もたくさんあるんですよ僕もそうなんですよですから今日はえっ、ー、と今からですね僕がこの iPhone で えー、ある曲を流しながら歌ってですね初見ですよ初見で歌って、えー、皆さんに伝わるかどうかで皆さんの中から、えー、この曲を歌ってるんじゃないかという正解が出たらあの勝ちというゲームですね今ちょっとルール出しますねはいルールドダンドダンって言いましたけどルール、えー、森直文が、えー、聞いたことが一度もない曲である一度も僕が聞いたことない曲ですね はい、そして2、聞きながら同時に歌う少し遅れて歌ってはいけないそうですねこれ遅れて歌うと僕もコピー能力半端じゃないんですぐ歌えちゃうんですよだからあくまでも聞きながら僕が聞きながら同時に歌いますはいそして、えー、3、視聴者の皆さんは僕のアカペラこのマイクに乗っかっている音だけを聞きます。はい 僕が初めて聞く曲で、えー、聞きながら同時に歌ったアカペラを皆さんは聞きます、はい。4、1人にでも伝わればチャレンジ成功。チャンスは3回。ね、1人でも誰かあの正解することができたら、えー、僕はプロのボーカリストであるという耳が素晴らしく良くてそれを体現できる喉を持っているとこれはもうプロですよ。 でチャンスは3回。どういうことかというと、1回聞いた、2回聞いた、3回聞いたってなると、どんどん僕は覚えていくわけですよ。で3回目で当てれたら、えー、まあ、セーフということですよね。でも、できれば一発目で伝えて、それが、それがこの企画。ーちょっと待ってあ、うまく切り替えがいくから。The first contact 2020。はい。 <laughs> 面白そうでしょこれ斬新な企画でしょで、えー、僕一度も聞いたことない曲タイトルは聞いたことある曲も何曲かありましたけども、えー、とリストアップしてもらいました、えー、リストアップしてもらいまして、えー、その曲を LINE でいただきましたので、えー、その LINE から YouTube の方に飛んで今から YouTube で聴きながら歌っていくとねルール理解できたかなみんな どうなんだろうかね本当に、うんとに The first contact コンタック,タ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 クって言うてもたわ森さんは歌詞見ないですねはい。歌詞も見ませんもうシンプルに耳だけで聞きながら 同時に歌いますひょっとしたら同時って言っても0.3秒ぐらい遅れて歌ってるかもしれませんけど皆さんはあのー、これあの著作権の都合上この今から YouTube で僕聴くんですけど YouTube で MV を聴、えー、くんですけど、えー、っとそのミュージックビデオとかをなお流しすることができないんですね、まあ、著作権の都合上これ YouTube っていうのはですねあのカバー動画とか僕やったりしてるじゃないですかカバーを。 カバーをやったりしてる時も、あの実は曲ごとに全部著作権侵害の恐れがあります、えーと、カバー曲認定みたいなのが1曲ずつあるんですよ。そう。で、メロディーと歌詞歌うだけでもうあの著作権侵害に当たるということで、まあ、カバーの申請をしなきゃいけないんですけども、カバーの申請できるぐらい歌えたらもう勝ちということなんですよね、YouTube に上げた時に。うん。 なので、えー、皆さんと一緒に皆さんはもう僕がアカペラで歌ってるところを聞いていただいて、あのー、正解を導き出していただきたいと思いますワンコーラスだけワンコーラスだけ歌いますね、はい、じゃあちょっと早速やっていきますかちょっと今リストアップしてくれたやつを YouTube で、あのー、やりながら、ね、やっていきますちょっとじゃあそれ用の画面に切り替えたいと思いますチャレンジ画面ドンこれですね コメントなんかも同時に、えー、見ながらやっていけるシステムにしましたちょっとねラグがあるんでコメントの方はちょっと遅れてくるかもしれませんが、えー、やっていきたいと思いますうわこれできるかなマジで俺もやったことないからなちなみに、えー、条件としては全部 YouTube で1000万回以上再生されてる曲です1000万回です、まあ、ヒット曲ですはい 1で一曲歌い終わったらシンキングタイムスタートそれで皆さんにぶわっと答えていただきます正解がなかった場合セカンドチャレンジに移行しますそれでも正解それの繰り返しですねはいお願いしますシンキングタイムスタート答えをどうぞって言ったら答えてくださいよろしくお願いいたしますそれじゃあ早速いけるかな第1問第1問いきますよーいスタート 間違うより探しの間違うよりハードに慣れてきたのような。違うんだけど間違う探しのせきかきの顔ーじゃ抜けでも、出会えなかった。ふさわしいことだ僕。

マジで高くてるかこと。めきらんよろめが、僕はも生きた、この目にの顔を感じてく。それから、そから、私もう、全然、ディハで手抜き出した。このやりたま、たぶんな、うん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 。 でーてーはいえ <laughs>、俺これ結構歌えたで俺これ結構歌えたでえ、俺これこれほんまこれ俺,俺いけるわいけてるやろじゃあ皆さんファーストコンタクトえシンキングタイムえそして回答をどうぞあすごいもうすでに。 <既>に <laughs> あすごいすごいすごい名曲やのにしんどいえよしいくぞの何かえーっとーえーっとー間違い探しえ間違い探しえ間違い探し菅田将暉間違い探しえ怖い <laughs> 間違い探し,えい <laughs> い探しえおなかお痛い <laughs> あかんやめえ間違い探し間違い探し何語喋ってるの俺歌ってんね喋ってるわけちゃうね逆再生みたいになってる何語笑ってんよってない酔っ払いのおじ間違い探し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 間違メロディーで分かった間違い探し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 素晴らしいこれ行きましたね さあ正解は皆さんのおっしゃる通り菅田将暉さんの間違い探しでした「THEFIRSTCONTACT」成功これ僕聞いたことなかったですね、うん、今初めて聞きながら同時に歌いましたけど最初の間違いが。 0.3秒遅れぐらいで,待ちでも間違いって分かったんでこれ曲のタイトル「間違い探し」っていうタイトルなの僕 YouTube で見て分かってたんで間違いはまでは言えたんでこれだからあの割と簡単な問題でしたね。いという感じで進んでいきますのでねじゃあ皆さんこれファーストコンタクト第1次チャレンジはもう皆さんと僕の勝利でございます成功でございますありがとうございますじゃあ次行こうか次行ってみようか次の曲ね <laughs> うーんあーこれ知らんさあこれもねものすごい再生されてる曲でございますのでじゃあ皆さんファーストコンタクト第2問いき,きたいと思います結構歌えてたよね間違い探しね結構いけてたんじゃないはい今度はもっとうまくうまく歌いますね それじゃあまりたいと思います。THEFIRST c o n t a t スタート。ニカジョンのようなこともあるのに、ニカジョンの言い方始める。何もあるのに、手を大きくけない、拾わないで、言って、いって、続ければいいのに。 そんないの町のあくにしての行くのどばるちゃんぜんぜんぜんんにないっていかくにいくじらないでて t むねゆれるないのどっちでばがだしょしない れ何を何年しでそんなに何を何でそんなに何を何でそんなに何を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 何 なーはいというわけで <laughs> <laughs> はいさあファーストコンタクト第2問、えー、ワンコーラス歌いきれたと言っても過言ではないでしょうそれでは皆さん、えー、皆さんのえー シンキンキグタイムそしてえ回答を書き込んでくださいどうぞいやこれはいけるかなこれいけるかなまだ、あ、これファーストチャレンジですからねこれ1人でも正解できたらもういけ,いけますから <laughs> これねあのね同時に歌ってますから何て言ってるか分かんないですよ一切一切何て言ってるか分かんないです同時にやってますんでもう同時に全く同時に歌ってるんで えー、全く同時に歌うので何,何なのかは分からないですねメロディーも予想で歌ってるので、はい、聞きながら同時にね、はい、分かんない逆再生はい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 皆さん皆さん <laughs> なんとですよ皆さんなんと正解が出ました <laughs> 素晴らしいですね素晴らしい ななんんでわかるんすごない <laughs> 皆さんの答えの中にありますはいえー、実はもうこれだ第1回目これじゃあもう1回歌いましょうかせっかくなんでセカンドコンタクトやるとどうなるかっていうのをもう1回見せますねえもう正解出てますけどはいいきますよううん、うん 時代のならばいいんなことわけるに呆らせてもらおういいがなじめるくまず悪いり受けど大きくない呆らいい <laughs> ないで捨てて逃げればいいのに呆らないでおもいいこんなことせしょな つっと言いたいとこまでの夢の念のある考えながら考えてみないとという結局いかないでって全然できてるがようなっていればないではじない全然いらじゃないつんと言って悲しだな思われないカメラに

ハ<こ> <laughs> というわけで正解はあいみょんさんの今夜このままでした正解の方おめでとうございまーすで今感じてもらったと思いますけど1回目ファーストコンタクトで聞いたときと2回目セカンドコンタクトで聞いたとき違いますよねあれぐらいもう僕2回目で覚えちゃう大体3回聞いたら、あのー、大体は歌える。 歌詞見ながらやったら大体歌えるようになりますけど今歌詞見ながらじゃないんでねまあこんなこんなこんな感じでおざいなのねでも正解正解者出ました皆さんおめでとうございます <laughs> 素晴らしいですねえさすがでしょこれだから2回目いったら2回目いったら <laughs> 2回目いっ, <laughs> ったらもう結構分かっちゃうんですよ本当、僕覚えちゃうんで1回である程度ね うん、耳と喉で覚えちゃうんでねさあというわけで正解誰が正解してたあもう1回目で正解してた人おったよねすごないうんええー、おめでとうございます本当にはい気づいた人気づいたね TKO のネタですね雰囲気で歌う人っていうね <laughs> <これ笑>すごいでしょ2回目全然違うでしょ <laughs> はい ほなね、そうですねメロディーが先に頭,が入る頭に入るんでね、まあ、覚えれるということでじゃあ次行きましょうか、えー、でも皆さんやっぱこの曲知ってるんですね僕は初めて聞きましたけどじゃあこれえー、っとこれなんかいってみようかなちょっとなんか感じ変えてねうーん。 はい、それでは「THEFIRSTCONTACT、えー」第3問参りたいと思います初見で、えー、同時に歌ってみて皆さん答えてください広告が広告が広告が入った「好きなの?」 うん。<noise> mm.

<noise> <noise> おすげえ店長。ロズリーザーリー。<noise>

ずっといつもずっと信じてあそこ君のあそこラップきたラップきたはいいやこれ一億回回ってますからこれわかるわかるあじゃあ答えどうぞ 画面たまに固まるいやちょっともう多分ねこの8時にね8時はめっちゃ多いのよ多分ライブがね多分電波がね混在してるんだと思いますねはいうんわかるあーじゃあ一応もうこれあのね皆さん結構分かってらっしゃいますね結構分かってるやんえすごないえなんでそんなわかるん はいえー、結構ねもう答え出てますじゃあセカンドチャレンジいって1回1回セカンドチャレンジ聞いてみましょうか正解も言いますけどセカチャレいきますねよし。 好きな音を伝えればいいのに。うん、つくがっていい。どこはいな,いなんつってきない。なん好きな音、好きな音は、つくがつく、つくがつくげなく。人からついか、なんてか、人からんでもいいだ。なんからく、かく、つくがいい。すぐくちゃって、てんと、おっとい,いの、のなつったんだ。

んだてのなだたてて全然の自分で知らせたな夢には7役の無礼罪 好きだよと鍛えればいいのに、ね、できずに鍛えなできる好きなのき、好きだよとが、のできずに乗り移る。好きさだって感じ、まの間間もなく、ね、かっくしてたと、いいち。 はい、<laughs> もう2回目の成長やばない。理解 <laughs> <laughs> だいぶ歌えるようにな早いやろ。 早せや,やねはやいねんコピーが。うん、はいというわけで、えー、みなさんファーストチャレンジでなんと正解者多数出ましたトました AA さんの恋いおととあまぞらでした正解えすごくないえみんななんでわかるん <laughs> ラップラップ全然分かいウケたまさかたたスタース」<laughs> <laughs> ってなっちゃう <laughs>「<laughs> コ,コモエスタ」って「コモエスタ」言うた俺「ウケたコモエスタ」って言うた俺おもろいな <laughs> 外から聞いてみたい <laughs> この企画を外から見てみたい <laughs> うん素晴らしいねありがとうございます

れれれしょ。う,ん、でも,う予想予想もできるんですよメロディーのね、うん、はいじゃあ次ぎ、えー、いきますか、えー、どれかなどれがいいかな <laughs> うんあこれなんかやってみましょうかね <laughs> ちょっとでも歌えてるもんな俺全然歌えんほうがおもろいと思ってやってんねんけど うーんじゃあこれ行こうかなじゃあ、えー、ファーストコンタクト、えー、4問目でございますよろしくお願いしますそれでは参りましょう4問目ちょっとねパキパキ止まったりするかもしれんけどねごめんねごめんねもう多分電波のねあのー、内容ない内容がもう多分無理なんですね結構ねはい行きたいと思います それでは参りましょう。四問目スタート。お太陽君ね、なんか。<noise> 你让人生来就就就一次跌，让就就打开的那个那那落地，然后上跳，他然后再我们，就就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 

分かった分かったほんならじゃあみなさん回答タイムスタートいや結構いけたわいやもう自信あるまあ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 の自信あるわこれいやもうだいぶ歌えてたのこれ全部歌えてたって言っても過言ではな,ないぐらい歌えてなかったはい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  はい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 あ,あもうほとんどほとんど正解ですねいやいやいやすごいなやっぱ伝わるんですねこれちゃんとしたあのー、ボ,ボーカルが歌ったらこれうんあ,あすごいじゃあ一応セカンドチャレンジやってみます一応ねこれなんかの主題歌なんですか僕あのドラマも一切見ないんで テレビも一切見ないんでちょっと情報が偏ってるんで途中僕クリリンって言ってました <laughs> オーケーじゃあ2回目行くなセカンドチャレンジ一応やるなあ <laughs> おーはようつもりざよも

せわらと倒れるのでたこりた。ととげくにまるでてたら、ととげもにとらんと。続く日々にも、なの先にこねるすむ。なにだあんの、さけど、なれだろうと思え。ぜんどいてずつ、てえてす。 なりていっていれろ上て越えて続けエリヒほめっちゃ歌えてるめっちゃ歌えてるやろめちゃめちゃ歌えてるやろなあほらはいというわけで皆さんもね答えていただいた通り 正解は、星野源さんのアイデアでした。おめでとうございます。すごいなわかるんやな半分葵の主題歌なんだ。えー、ちょっと僕恥、恥、恥、音程のキャッチすごすぎ。いや、メロディーはでだいたい1回、2回。3, 3回聞けばメロディー覚えるので、ぜほ,どほぼね。ほぼ、ほぼよ。ほぼよ。いや、これいけた。入れきも入れるた。うん。 オオッケーオッケケーーすごいな、俺いけるやん、これ。これ、でけへん人でやった方がおもろいよな。うーん。じゃちょっと、まったく、ちょっとなんかこう、えーどうしようかなこ。これやってみようかな。いや、俺、これ聞いたことあるのかな。えーちょっとやってみるちょっと思考を変えてみるな。 これねタイトルだけ送ってもらってるんで、えー、と聞いたことあるかもってやつは一応ね外してやってるんですけど <laughs>、えー、じゃあいきますこれも一応1000万回以上回ってる曲でございますひょっとしたら難問かもしれません参りましょう「ドん <laughs>

<laughs> いけたやろこれいけたやろさあみなさんお答えをどうぞすごいな結構いけてた結構歌えた結構ま,まんままんまでもそのサビが高すぎてちょっとオクターブ下にはなってもたけどうん。 答え言った。<laughs> 俺答え言ってた。<laughs> ああ、すごい。す、すごい、答え、答え、これ、ほんまやな。<laughs> 歌詞に入ってたな。歌詞に入ってたわ。すごい。ほんまやな。いや、すごい。いこれもう、ほんま、なんか。 もう成立逆に成立できすぎててもう企画として成立してないもん最後だって完全に俺サビ言ってたサビで完全にこれ <laughs> 曲のタイトル言ってた <laughs> そうだね確かに歌詞の中に答えがあるとすぐ分かりますねはいじゃもう一回じゃあセカンドチャレンジ一応ね歌ってみますね一応もうだっていけますよこれ

君ってかたちてくんだよ君の泣くなんておんないかいないやよでいよしゅうてんのいかえめだてだよていてんていにはいに いついつね、言うだけじゃない。私問題 girl。つくても、つくてもないのは、まってみは問題 girl。

これもカラオケだったら100点そうですねあの一応あの皆さん、えー、正解、えー、はキャリーパミュパミュさんのキャリーパミュパミュさんの、えー、問題ガールでしたおめでとうございますこれできんねん俺あのなんていうの中田康孝先生の、あのー、ボーカルのねあのオートチューンっていうやつあるじゃないですかオートチューンオートチューンっていう効果 パフュームとかで使うねあれ僕、口でできるんですよ。はいあのー、舌からませていけるんです。だから、グリカルレス、コロポリリズムの、あの光景のはまるで掘りだる。いらないんです。オートチューン、僕、いらないんですよ。 オー,トオートチューンついてるんでクリリカーレスモロポロリスモロアロコケルワマコロリラロデイアロタロンラロガロスはいこれすごいですね皆さん本当とにこれぜ全問正解ですよ今のところしかも全部 1>, 1回目のファースト、本当のファーストコンタクトで、皆さん、全問正解ですからね。これってもう本当にすごいですよ。いや、まず、その僕の耳とその歌う能力、これがもう本当、まずすごい。ゲロすごい。<laughs> ゲロすごいんです。で、そして皆さんの読解力、これもやっぱゲロすごいね。読み解く力。 これすごいなぁ。じゃあちょっともうあと2曲ぐらいいってみようかな。うんたまに絵が落ちたりするけどな。ごめんな。あれこれもう完全に今絵、えー、落ちて大丈夫うんオッケーじゃあ次いくな。<coughs> これどうだろうタイトルは知ってるみたいなのは結構あるんよな。それでは皆さん、えー、第、えー、第、第、えー 何問か忘れましたけど、第何問でしょうか <laughs> <laughs> 皆さんにここで質問です。ででん第何問でしょうて、<laughs> 知,らん知らん、知らん、知らん、自分で把握しといて <laughs>、ねはい、言うてますけどもじゃあやっていきますね。それでは歌っていきたいと思います。The First Contact 第問 流れへえ<ー>あ,あバラードかな <laughs> あ前奏長めですね。 ああ前眺めですね前眺めですねまだ前奏ですよ 寝を済ませておかしとかに聞こえるの日のこと。全ん違うと、心に抱えて、心にぶつけたりしたかかつつり。全然会って、間違いて、全然無理。全然、全然、乗って、もう、時間過ぎたもんな。恥ずい、たよな、たよな、君に伝えたくて。 何とか嫌がなくて何をいつもとにやってもらうのは何を言くかだけ何しても何を抱きながら今僕の見ている自分はどうだっても

答えをどうぞあすごいもうすでに確かに前奏長い長いでしょうな長かったです1分ぐらいありましたねはいえー、っとさあ皆さんね答えを書き込んでいただきたいと思いますけども素晴らしいですね皆さんのリスニング力っていうのはこれもうほ目を見張るものがありますね、うん、知ってる曲がの気がするけど笑っちゃうのはなぜ、うん、それもう僕が変だからじゃないですかね <laughs> うわ、すごいあ、もう前奏長めで分かってるすごいなそれは「ねうむり姫世界の終わり」全然違います <laughs> いや出ましたねすごいじゃあ一応セカンドコンタクトいきますねちょっと前奏カットして。 耳をすませんときがすかに聞こえてるがのめどとずっと心に立って心を探してるずっと抱いてるのに手をついてずっとセカりずっ何だっても静かたもんはずっと傷だった耳に伝えたくて 僕の歌は鳴えなくて何でいつもに面は自分のけ付け何でそんな泣きなに僕がずっになる自あるだけだ ここのなくするどくつるってたずってなさる意みじゃなくてってずったいいよ心以上なこいにたんだぜんにするんなこれもほとんど歌う <laughs> ちょっと今… 僕もそのなんですか自分の能力にちょっとひ引いてきてます引いてきてきますその <laughs> <laughs> でも、その何て言うんですか完全に初見で聴きながらこれ歌ってますけどコード進行とかでメロディーがある程度予測できるっていうのもあるんですよ。で僕、誰の曲か分かってるじゃないですか。 だから僕結構その人のね、あのー、曲作りとかを研究するのが好きなんでこのコード当てるときは例えば「うんずれのなりするなくてだって」とかっていうのはスキマスイッさんよく使うなっていうのが分かってるからあ,のある程度予想でサビの3回し目にはこのメロディーいきそうやなっていう予測も同時にしながらやってるのでね、まあ、その辺が単純に聴きながらというか聴きながらですけど予測もしているというところですね。 はい、というわけで正解は皆さんご名答スキマスイッチさんの「僕の音でございましたそれではちょっと時間的に次の問題が最後の問題になりますさあ皆さんもう今のところ全員で全問正解ということでやっておりますのでね今度はこれを掃除にぜひともやっていただくこの企画を掃除にやっていただけたらなというふうに思ってますけどどれ行こうかな全く全くあこれ行ってみようか ちょっと難しいかもしれない早い曲の方が多分難しいんですよねこれタイトル的に速そうよし <laughs> さあそれではラスト問題いきたいと思いますラストファーストコンどういうことラストファーストコンタクトどういうことラストファーストコンタクトチャレンジ決めようぜみんなでワディーガール

いいね、とんでもう、笑ってるけど、なやつも、きついけど、きついで、たやってて、う、てがりたえるといけど、やれておくぜ、うん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 、いん、う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 ん、て i うん、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  どういけたこれサビのメロディーがかなり印象的だからこれわかるかもしんない皆さんじゃあ答えをどうぞこれサビのメロディー超印象的だね <laughs> 今俺ちょっと遅れでさ自分の歌ってる映像が出てくるんやけどこれで「壊れたおもちゃ」なん <laughs> <laughs> えー、えーっと伊藤ハヤ人さん「ワニマ違います違いますうーわすごい CM で聞いたことがある CM の歌なんですかねこれうわすごいえすごいなえそんなわかる じゃあ一応、最後のねセカンドチャレンジいきますね。ちょっと前奏カットしますね。じゃあ、セカンドコンタクト。 私たちの心は、全然知らない人たちに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 知らしい人たちに知らない人たちに知らしい人たちに知らしい人

はい、というわけで、正解はミセスグリーンアップルさんのインフェルノでございました。正解すごいすごいねいや、すごいわ。全問やん。みんな全問正解してるやん。ほんで、今、俺ずーっとカナル型のイヤホンつけてたから、自分の声量にビビ,ビビったわ、今。 こんなでかい声で歌ってたんやと思ってすごいというわけで本日の企画「THEFIRSTCONTACT、えー」The First でございました皆さんありがとうございましたはいこれすごいねこれあれですよ本当にあのー、皆さん全問正解です僕と皆さんの共同作業全問正解、えー、今度弾き語り会やるとき、えー、この中の曲を あの1曲カバーしてみるとかっていうのもいいかもしれませんねえー。是非とも皆さんね。あのー、知らない人。 知らない曲などあればね自分の自分であのザファーストコンタクトチャレンジしてみてはいかがでしょうかセカンドコンタクトサードコンタクトでどんどんねあの歌うまくなっていくと思いますのであの歌えるようになっていくっていう感覚がね気持ちいいんでぜひともこの曲でのアハ体験ねしてみてはいかがでしょうかということでございましたえじゃあこの辺で YouTube の皆様、えー、ご視聴いただきましてありがとうございましたチャンネル登録と、えー、高評価そしてベルマーク通知ボタンよろしくお願いします以上 の暇なんですでしたチャオ